ママお腹すいた、なんか作って。私あなたのママじゃないでしょ。海岸地区 A ポイント午後2時30分70デシベル。家政婦、家政婦の笹野真理子です。お前どう思う？いいと思うよ。ちょっと雇って様子見たら？盗聴？君が仕掛けたの？私が一緒に聞いてあげる。東京の音の地図を作ってる。独自の方法で音像化映像化したものだ。まるでこの東京が作曲したかのようだろう。やり直せない？私昼夜の横では熟睡できないの。ダメですよ。すまない。ピアノは生き物、しょっちゅう付き合ってやらないと取り返しのつかないことになる。どうなる？ほったらかされた人間と一緒。もういい。僕がバカだった。男の人たぶらかして生きてきたんでしょ、このバカ女。ちょっと早かった。ずっと妻と再会できる日を待っていた。何してた朝まで？さよなら。東京デシベル。